皆さんこんにちは、ようこです。私はアメリカ系航空会社で22年間 CA をしています。日本生まれ日本育ちなので、どうやったらネイティブに伝わりやすい英語が話せるか日々考えて練習しています。今日は私が難しいと考えているカレーライスのカレーという発音をしてみたいと思います。では発音します。クリークリークリー、この発音が通じそうかどうか携帯のSiriに聞いてみます。クリークリークリー、カレーというスペルが出ています。初めはなかなか通じなかったこのカレーライスのカレーですが、中学時代に習ったこの発音記号を一つずつ発音する練習をすることにより、ずいぶん伝わりやすい音が出せるようになりました。例えば、この C はク、ク、U はう、う、R はう、う、Y はえ、え、ク、う、う、え、クリ、クリといった具合です。私たち日本人は完璧なネイティブの発音はなかなか難しくても、この発音記号を利用してまずは口の周りの筋肉を鍛え、体全体を使ってお腹の底から響かせるようにパワフルな音が出せるように練習していけば、随分伝わりやすい音が出せるようになりますし、リスニングにも効果があると思います。では失礼いたします。